はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、パパです。はい、今回の動画なんですけれども、今回はですね、こちら、はい、以前ですね、開封動画撮らせていただきました、ルミックスのですね DCS5 S5 っていうのかなの、関連するアイテムのご紹介をしていきたいと思うんですけども、こちらですね、まあ、念願のフルサイズのミラーレスカメラということでですね、大事に使っていこうと思ってます。なので、通常運用するにあたってですね、必要不可欠ではないかと私思っているものをですね、購入いたしましたので、そちらをですねご紹介していきたいと思います。では早速ですね、そちら開封していきましょう。はい、というわけでですね、開封していきたいと思います。まずこちらですね、商品になります。今日のですね撮影が5月の10日なんですけども、昨日の午前中ですね届きました。早速開けていきます。はい、こちらですね、こちらの箱と、こちらの箱ですね、スモールリグ、はい、スモールリグからの、アイテム、商品が到着しました。じゃあ開けてきますね。まずちっちゃい箱、多分これがハンドルかな、でこっち大きい方がケージだと思います。はい、こちらね開けていきます。さすがに国内から届いたので相手はいないっぽいですね。はい、こちらでございます。ね、上からとこんな感じ。でも早速出します。2983っていうですね番号です。こちら袋に出します。はい、うい、こんな感じ。イエーイ。ここにねスモールリグのロゴが入ってまして、後ろで三脚ネジで止める感じですね。ちゃんと磁石でくっつくドライバーみたいなのもついてます。でね、はめて回してって感じだと思います。お、すごいな。もうそのままはめれる感じっぽいんで、あとでもう一個開けてねつけていきたいと思います。今回レンチはついてないですね。いつもだったらいっぱい無駄についてるんですけど、今回はついてませんでした。はい、続いてこちらですね、開けていきます。で今回買ったハンドルは、3082ですね。はい、トップハンドルです。こちらもスモールリグ。固定ネジが2つ入ってました。でこれハンドルですね。ハンドル、早速ですね、もうつけていっちゃいましょう。はい、これね S5 です。はい、 S5 ね、これにつけていきます。で取り付けほんと簡単なんですけど、確かねこれをトライアングルクリップ、トライアングルなんて言うんだっけ、これを取ってくださいって確か書いてあったんですよね。だからこれ取ります。確か干渉するはず。どっちだっけ、こっちだったと思うんだけどな。買って これはねなくさないようにしまっときましょうね、後でね。で、これを一回レンズ外すか。
それじゃあはめていきます。こっちもかこっちもだった。え、こっちを外さなきゃダメだったのかな。はい、簡単にはまります。でもう一回いきますよ。簡単にこう入るので、後ろの部分ですね、先ほど言いましたこちらのですね、工具を使って締めていきます。はい、バッチリ締まりました。でもかつはこれですね、元に戻せば磁石で、磁石でくっつくので、はい、これで OK ですね。はい、これでもう外れなくなりました。で、こちらですね、トップハンドルなんですけども、これ高さ変えれます。変えれるようにしてあります。これもじゃあつけていきますね。付属のネジで、ちなみにこれですね、六角になってるんですよ。六角になってまして、ハンドルのね、この横の部分についてますので、これで締めていきます。はい、2つネジ通しましたので、つけやすいね。で、締め付けはちゃんとしましょう。落としたら大変なんでね。はい、ここでつきました。で、なんでですね、このトップハンドル、あとトップハンドルなんですけど、ここですね、横のここのネジを緩めてあげるとですね、こういう感じでスライドできます。これ意外とこれ便利なんですよね。まあただ基本的にはこの運用でいいと思うので、この位置で私は固定しておきます。で、状況によってね、このこのね、六角のレンチここにくっついてるので付け替えてって感じでいいと思います。じゃあレンズはめ直します。はい、で、なんでこのトップハンドルねあるかというと、まあ、ぶっちゃけこちら XLR のアダプターがあるんですけど、これをですねつけたいので、ちょっと高めにしてあります。外してね、こうすれば邪魔になりませんし、あとまあちょっとした保護にもなりますので、ぶつかってもね。で、これちょっと高すぎかな。うん、こんな感じかな。もうちょっとあれか、はい、こんな感じでいいと思います。微妙だな、これわかんねえな。ちょっと運用は使っていって考えていきたいと思います。でもこんぐらい話しておけばいいかだね。で、
今ねここでロードの NTT2 使ってるのであれなんですけど、これねショックマウントがあるので、これをここの横のコールドシューのところで落ちちゃうのか、こっちは箱、ん？こっちこう、うん、あーでもこうするとあれか、がっつり当たるな。がっつり当たるわこれ。どうしよう、これもまた運用考えなきゃな。これじゃ使えないじゃんね。ここだとな、モニター使いたいときに使えなくなるしな、意味なくなるしな。どうしよう、ちょっと考えよう。はい、そうしましたらですね、取り付けた状態で各部分が干渉するかどうかをですね確認していきたいと思います。どっちがいいかな。まずこちら問題なく開きますね。メモリーカードのスロットの部分問題ございません、大丈夫です。で続いてですね、こちらマイクモニターの、まあ、ヘッドホンのところですね、ところも問題ございません。あと HDMI と USB のところも全く干渉せずに、まあ、もちろん取り付けちゃうとですね干渉はしちゃいますけど、何もつけてない状態でしたら干渉はいたしませんので、あのリグを組む時の、まあ、参考ですね、この辺を考慮して組んでいただければと思います。もちろんですね、まあ、ここの部分が問題なければバリアングルも全く問題ないですね。はい、回転もちゃんとしますので、で組み合わせの時は、ここを注意しましょう。でおそらくこことかでここにですね HDMI のロックのですね、アイテムロック、ロックのなんつうんだろう、クランプか、 HDMI クランプをつけたりすると思うんですけども、その時はですねバリアングルモニターがやっぱ干渉しちゃうかもしれませんが、そこはですね、まあどうなんでしょう、許容範囲かどうかはまあ皆さん次第っていう感じですかね。はい、で最後ですね、こちらのバッテリー部分なんですけども、こちらも問題なくつけたままで開閉が可能。もちろん問題なくバッテリーの抜き差し入れ替えも可能となってます。やっぱ見た目かっこいいですよね、リグを組んでるとなんかできる、もう動画撮ってる人だなっていう感じに見えると思います。はい、うん、めっちゃかっこいい。はい、そしたらですね、こちらまあ、基本はですね、この運用でしばらくは行きたいと思うんですけれども、まあ、しょうがないですよね。ちょっとないので。で、あとは、運用方法としましてはですね、こちら、今、クレーム2、まだちょっと、まあ、レビュー動画作ってないんですけど、撮ってはいるんですけどね、まだ出してはいないです。で、ちょっとね、こだわっちゃってね、なかなか出せないんですけど、まあ、こちらについてるですね、コールドシューアダプターっていうのがあるんですね。こういうものを、はい、まあ、取り外しますけど、こちらをですね、横につけたりとかですね、まあでも取り回しで考えたらどうなんだろうな、難しいな。はい、バリアングルですね使えなくなっちゃうんですけど、そうす、まあそれでも構わなければこういうふうにしてですね、なかったら、え、嘘、なんで、なんでそれ、あ、これこれか、そういうことか。お、すごいな、頭いいな。今すげえ感動した。ここのねロック機構があって、ロック機構があるんですよ、上からだと。ここね、ここにロック機構があってはめるじゃないですか、落ちないんですよ、すげえこれで、これを下げないと外せないっていうね、素晴らしい、ちょっと感動した。まあちょっと余談になっちゃいましたけど、ここねつければここにはめてですね、
まあ、ここでマイクつけて、まあ、こんな感じで撮って、まあ、ちょっと今使ってるんでね、使えないですけど、ここにはめて、まあ、こうやって撮ったり、まあ、これも邪魔にはなんないんでね、ただケーブルがちょっと長めになっちゃうかなっていう、あれはありますし、逆に、こっち側じゃなくて、はい、こっち側につけてですね、まあ、カードの取り外しが今度はできなくなっちゃいますけど、まあ、こういうこっちにねつけてねやるっていう運用方法もあります。なので、まあ、その方のですね、使う方の好みで、まあ、カスタマイズできるっていうのがですね、すごいこのリグのいい点ですね、利点だと思いますので、いろいろ考えながらですね試して見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こちらのですね、スモールリグから発売されてます S5 用のカメラゲージと、あとトップハンドルですねのご紹介になりました。まあリグはね、組めば組むほど奥が深くてですね、ロマンにあふれるアイテム、まあ、あのギアだと思います。なので、まあ検討してね、あの、まあ、こんな感じになるよというのがですね、想像ついてもらえたらですね、よかったかなと思います。まあ、運用方法につきましては本当人それぞれになりますので、好みに合わせて、まあ、その運用方法に合わせてですね、組み合わせを自由に変えていただければなと思いますし、これがですね正解だという、決まりはありませんし、まあ、モニターをですねつける場合もここにつける場合もありますし、あとはですねモニターアームをこう横から出して横につけるっていう方も中にはいらっしゃると思いますので、そこはですねいろいろ検討して、まあ、考えながらですね運用していければなというふうに自分も思ってますし、まあ、参考になればというふうに思っております。なんか言葉変かな、大丈夫かな。はい、ではですね、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価ですねいただければと思います。あと YouTube 専用の Twitter アカウントと Instagram のリンクですね、トップページと説明欄に貼っておりますので、そちらの方もですねぜひぜひ登録ですね、ポチポチお願いいたします。ではまた次回以降の動画でお会いいたしましょう。さようなら。